よー。 Look at the subtitle settings. Hey guys, Samurai Travelers の風です。今日はですね、日本のインフルエンサー兼歌手である美咲を皆さんに紹介したいと思います。She is Misaki, Japanese influencer and singer. はい、Misaki さん、どうも今日はよろしくお願いします。今日はですね、日本の女性のインフルエンサー兼歌手の一日密着ということで、一日に Misaki さんの一日に密着したいと思います。イエイ。ということでね、今日はちょっと一日よろしくお願いします。お願いします。で、今日はどういうスケジュールで行きましょうか。今日は渋谷のドンキで、はい、ドンキ化粧品とか、はい、美容品とか、はい、おすすめのやつ紹介したいと思います。ドンキホーテ is a large shopping center where you can buy anything.Don Quixote has a great variety of cosmetics and daily necessities, and travelers from all over the world come to shop. Misaki-san, はい。なんかいつも使ってる洗顔みたいなあるんですか？洗顔だとこれです。お。なんか泡で出てきます。さあ次のお目当ては。次はマスカラ。私が使ってんの。これ前使ってすごい良かった。どこ？どこ？私下町に使います。はい、じゃあね、お買い物もしたということで、はい、はい、次は今日のスケジュールはどんな感じでしょうか。次は、はい、スタジオに行きたいと思います。スタジオ、音楽スタジオ、はい、はいはい、スタジオでちょっと、うん、曲を作ろうかなと思って。曲を作りに行くの。はい。おしゃれだね。ちょっと集中しに。わかりました。はい。じゃあ今からスタジオ行きまーす。移動はマスクですか。はい。今日は暖かいので花粉がすごいです。あと今日本さ、コロナがね。そうだね。その対策にも兼ねてマスクをしてます。マスク若干でかくない？なんか。小さいサイズにすると結構なんか顔に穴ついちゃって直すの大変だから、なんかでっかい、そう、でっかいサイズちょっとつけてます。スタジオはどれぐらいのペースで入るんですか？ライブ前とか、うん、誰かと一緒に曲作るときとか。はい、じゃあこちらですか。はい、スタジオ入っていきましょう。こういう雑居ビルというか、そんなに目立たないところにあるんだね。There are many music studios in Shibuya. Studio Penta is one of them. Music related people visit every day. スタジオにやってきました。いつもスタジオに来て、はい、何から始めるんですか？まず歌う前は、はい、ストレッチ、体ストレッチ。やっぱこう、どうですか、体がほぐれた方がいいんですね。あとは、なんか歌う前は、なんですかそれ。リップロール、うん、Let it go, let it go. Can't pull me backLet it go, let it go. Turn away and stand the door.
今は 何をしてるんですか。今コードをちょっと確認してます、はい、オリジナル曲の新しい曲ですか。そう、今ちょっと作ってる曲です。コードからメロディーをつけていくんですか。そう、でもなんかメロディーは浮かんであって、うんうん、それのコードをちょっと今確認します。ああ、どのコードにしようかなっていう。そう、終わりましたか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。次行きます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、スタジオお疲れ様でした。お疲れ様でした。いい曲できた。いい感じですね。じゃあ今からは間がちょっと来ちゃったので、はい、今日はラーメンに行きたいと思います。ラーメン行きましょう。普段ラーメンよく食べるんですか。あんまり食べないですね。食べへんのかい。ラーメンカロリー高いもんね。そうだね。日本の女子ラーメン好き。好きだと思う。何してるんですか。ワイファイラーメンで。こういうお店によってフリーワイファイみたいな結構あるんですかね。結構お店あるんですか。どっか入ればつなげて、うん、普通にスマホをいじれる。カード入れて。美咲さん、ラーメン届きました。どうぞ。そうだな。険しいぞ顔が。熱い。大丈夫ですか。美味しい。ちょっとカフェに移動していろいろ美咲に質問コーナーとかでやっていきたいと思います。はい、何をしてるんですか。はい、ちょっとメイクが崩れちゃったので、はい、直します。鏡は携帯の。おお、すげえ、俺映ってる。桜いいね、見せて。ここにも桜がデザインしてあって、かわいい、かわいい。パウダーをね。パウダーこれもケランの新しいやつで。食べれそうじゃない。そう、食べれないの。これ食べれない。ここにケイケイケイとパウダーとつけてます。はい、パチリ。お化粧直し早いですね。日本の女性ってお化粧直しって大体平均どれぐらい時間かけます。パウダートリップとかそんなもんじゃないかな。うん、そんなあんまないと思う。あ、そうなの。5分ぐらい。鼻のテカリをちょっと抑えたりとかして、うん、はい、5分もかかりません。かからない。ちょっといいです。早いね。してるんですか。ちょっと今インスタの更新をしようと思って。インスタグラムの更新、はい、インフルエンサーの方って、うん、インスタグラムの投稿ってやっぱり仕事みたいな感じで、うん、そうですね、やっぱ意識してるんですか。はい、仕事として投稿するの多いですね。ピアノ弾いてた。そう、スタジオで撮ったシーンを。早速投稿とかも。そうですね、しようかな。インスタグラムの投稿の頻度ってどんなもんですか。まあ、でも1日1回はなるべく上げようとしてるけど、たまに3日くらいのチャンスもあります。でも相手も1日くらい。はい、でもストーリーは毎日絶対更新していきます。あ、そうなんだ。はい、やっぱそれはインフルエンサーとしては必須というか、毎日やっぱりアップすることが大事ですね。なるほど。はい、質問コーナー。日本の女子は
はい、何を考えてるのかっていう普段ねどういう行動でどういうなんか日々を過ごしてるのかなっていう質問をしていきたいと思います。はい、どうぞ。 What do Japanese women do every day?What is the Japanese language that makes Japanese women happy? かわいいじゃないですか。かわいい。かわいい。一番嬉しい。What do Japanese women think about dating foreigners? 全然ありだと思います。はい。佐々木さんもそういう経験が。まあそうですね。交際っていうかなんかちょっと文化の違いかもしれないけど、まあそんな感じのようなことがありました。Where can foreigners meet Japanese women?まあ、そういうバーとかクラブとか夜かな、うん、昼間は難しい。なんか日本で街中で誰かに普通に声をかけるっていうことあんまり日本ではしないから、ナンパって、ね、なんか変なナンパに思えちゃうから、聞いちゃう、うん、だからやっぱり夜ちょっとお酒入ってる時ぐらいがとか、なんかそういうイベントとか、そう人が多く集まってるところで声をかけるとかだったら全然ありだと思います。昼と夜で全然そのなんか受け入れる姿勢が全然違うってことだよね。うん、多分同じ人が話しかけたとしても、昼間と夜だったら、夜の方が成功率高いってことだよね。まあそれはそうです。話しかけてください。What makes Japanese women angry? 私個人的にはなんか上から物事を言ってくれる人はあんまり好きじゃないです。例えばお店のスタッフさんとかをなんか人間として見てない人はちゃんと人間として、そうなんかこれみたい なんか目合わせないで、はいみたいな。 What is your recommended spot in Tokyo? まあ渋谷はよく、チームラボ。チームラボ。チームラボ、お台場にあると思う。お台場。お台場、チームラボ以外も遊べると思うし。お台場いいよ。はい。以上で今日美咲さんの一日を密着させていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか今日密着させてもらって。なんかちょっと新鮮だったけど、うん、楽しかった。楽しかった。うん、こっちもなんかね、インフルエンサーのこう一日がどういう感じとかすごい気になってたんで、めちゃくちゃ面白かったです。良かったです。はい、ということで皆さんね、日本の女子のインフルエンサー兼歌手の方はこんな感じの日々を過ごしますので、はい、ぜひ参考にしてもらったらと思います。はい、美咲はですね、たまにサムライトラベラーズの、動画にゲストとして出てくれると思いますので、はい、ぜひいつでも。また遊びに来てください。はい、お願いします。それでは、また。どこ行ってんだよ。こっちやったんだよ。If you like this movie, please like and subscribe. Please leave a comment.